はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、初めの一歩ファイティングソウル動画撮ると思います。ということで、6月6日、ゾロ目の日ってことでゾロ目ガチャ来てますね。最初の1回無料で引けますよということなので、今回はこれを引いていこうと思います。ということで、とりあえずピックアップ選んでいきましょうかね。星7はボルグさんと、2.5 周年のサポーター、そして、ここはそうね、宮田くん、ランディと、ウォーリーとホーク、これでいいですかね。で星6の方はゴンザレスとアーニー選んでおきましょう。で装備に関してはちょっと、この辺でも選んでおこうかなという感じですかね。ここに関しては1個のやつと、ボルグさんのにしておきましょうか。はい、ピックアップ、選ぶのはこんなとこにしましょう。さあ、じゃあ引いていきましょう。いけ。さあ無料分どうですかね。これはちょっとどうだ。なるほど。サポートのやつですね。一個の初勝利のやつかな。はい。なるほどね。と、追撃するなら、6万剣石だよという感じですが、ちょっと追撃は別に、しないでいこうかなというとこですね。はい、じゃあちょっと、今回のポイントで強化しておきましょう。ちょっと待って。ないんだ今回は。なんかミッション受け取れるやつあるかなと思いましたが、なかったので、強化、できるとこまでしておきましょう。あとはメモリアルサポーターですね。メモリアルサポーターが、初勝利幕の内一歩、こちらが一応アップできますね。プラ4まで上げちゃいましょう。一歩の勝ちってことでね、宮田くんに、スパーリング初勝利した時のサポカですね。はい。これで絆がもしかしたら上がるかなと見てみたけど、さっきのサポカ絡みの絆は特に、上がらない感じですね。なるほどね。と、そうね、一応装備してるやつなので戦力のアップにはなったかなというとこですね。オッケー、今回はこんなところかな。実戦速力に関しては、7500億まで来ましたね。もう本当に1兆見えてきたぞっていう7523億まで、来てますね。そうね、やっぱり3周年の頃には俺も1兆超えてるかなみたいな感じですかね。ただね、あれだよね、新キャラに関してはちょっと、ステータスにブーストがかかってるので、これからもね、新しいキャラを引けない、引けていかないと、ちょっとこの辺ね、ブースト切れた時には、戦力ダウンしちゃうと思うので、3周年の頃には3周年の頃でね、新キャラゲットして、入れ替えていく感じにしないと厳しいのかなという気はしますね。ちょっとこのタイミングでサブケンタマ全然いじってなかったから入れ替えとくか。サブケンタマの戦力的には、3400億ぐらいか。で、ここに、ゲバラが入ってますよという感じですね。ゲバラに関してもね、ちょっと前までは、新キャラのブーストかかってたのでプラス7だったのもあったし、スタメンにいたんですが、アーニーとゴンザレスがいるおかげで、チェンジになっちゃったかなっていう感じですね。ゴンザレスプラス2なのに、もうゲバラより強いからね。そうだね。でもここもやっぱり、プラ6まで行くと、スキルがね、パッシブスキル新しいの加わるので、こちらもこちらでね、重ねられるなら、プラ6以上まで上げたいかなという話はありますね。絆的に見ても、そっか、ゴンザレスっていたな。これより前にも
で初期のリカルドも俺持ってないので2代目リカルド持ってるけどね、この辺のね昔星6がねまだゲットしにくかったユニゾンが来る前の頃のねキャラっていうのは、案外俺回収できてないのでその辺まあでも今更ね、ピックアップで選ぶ気にはならないので、まあ、ちょっと絆を発動させたいと言ってもなかなか、厳しいのかなという気もしますね。まあこの辺のね星6に関してはなんか絆埋めのために出やすいガチャとかねやってくれてもいいんじゃないかなとか思ったりしますけどね。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。